もっと大きかったで。2014年から人工孵化で宇治では魚を育ててきてるんですが、今年の秋にはこの、人に慣れた人工孵化で生まれたウッディたちを使って花中会を皆さんに見ていただくために今現在、トレーニングをしているところです。おめえに帰り。人には慣れてるんですけれども、船にはうまく戻ってこれないという状態なんです。あと1ヶ月ありますので、その間にウッディたちをしっかりと花地海の海に訓練を重ねていければなと思っています。